そばっち、今週のテーマは建設業の魅力を発信、岩手建設業未来フォーラム。道路、橋、港、公園など私たちが普段利用し目にしている建設物はなくてはならないものばかり。そしてその建設、維持管理は私たちが住む地域の建設業が担っており、私たちの安全安心な暮らしを支えてくれています。また東日本大震災などの災害からの復旧復興の多くを建設業の皆さんが担ってくれています。県と岩手県建設業協会が開催する岩手建設業未来フォーラムは、ものづくりの面白さや完成時の達成感などやりがいのある建設業の魅力を発信しています。建設業の未来を担う若者たちの声を紹介するラジオ番組ラジコーも建設業の魅力を発信する取り組みの一つ。番組に出演した生徒さんに将来の夢を聞いてみました。将来の目標は岩手県の道路や橋などを作ることです。道路や橋などを作って今の岩手県よりもより良い岩手県にしたいです。将来は建設業で就職したいと思います。まだ具体的にはやりたい仕事が見つかっていないので、土木の仕事について調べてから決めたいと思います。今年も岩手建設業未来フォーラムを11月14日に開催します。若手技術者による業務紹介やパネルディスカッションを通して岩手の建設業を紹介します。家族と過ごしながら仕事をしたいなっていう思いで地元を選びました。完成していくと、地図に残る、そして何十年っていろんな人が使用する建物を作れるっていうので、とても楽しいなと思っています。若い人がまだまだ少ない、職場なので、もっともっと若い人が活躍できるように、またこの仕事を選んでもらえるように、と発信できればなと思っています。県民の安全で安心な暮らしを支える皆さんが岩手の建設業の魅力を発信します。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。